されども、今回もですね、ハクスルジョージのおうちビストロやっていきたいと思います。今回も簡単で美味しくておうち飲みが楽しくなるようなレシピを紹介していきます。今回も全国各地の漁師さんが今一番食べてほしい、旬の魚ですね、紹介するプライドフィッシュのコラボ会です。今日のプライドフィッシュはですね、こちらです。ちょっと大きいんですけど、北海道の時鮭です。これは時知らずとも言われて大変貴重な鮭ですね。今回もプライドフィッシュの担当の方からお手紙いただいてます。ジョージさん、今回は、北海道のプライドフィッシュ時鮭をお送りします。時鮭も元々は秋鮭で、名前の通り旬の秋に北海道や本州三陸沿岸の川に産卵のために戻ってきます。ただ、うっかりと戻ってくる時期を間違えて、春から初夏にかけて戻ってきた秋鮭を北海道では、時を知らずに戻ってきた鮭として、時鮭や時知らずと呼びます。時鮭は成長途中の鮭なので、適度な脂乗りと柔らかな身質が特徴です。ぜひ、北海道の春の旬として味わっていただきたい一品です。推進。ジョージさんが調理の際に菜箸の代わりに使っている大きなピンセット、すごく気になります。使ってる様子がかっこいいです。ありがとうございます。よくね、言われるんですよね。これです。この話をするとね、長いんで、また次回ということで、はい、今回はですね、この時鮭を使ってピカタを作っていきます。ピカタといえばですね、お肉でやることの方がもしかしたら多いかもしれないですね。ピカタって卵液にくぐらせるんで、お魚だったりとか、そういったあの繊細な身質のものとね、非常に相性がいいと思うので、今回はそれを簡単にできるようにポイントを紹介しつつ作っていきたいと思います。使っていく材料紹介ですね。時鮭とピカタのための卵、パルミジャーノ・レジャーノ、粉チーズで代用していただいても大丈夫です。あとは、白ワイン、オリーブ、種抜きですね。あとはミニトマト、今回はもう半割りにカットしてあります。あと大葉、これぐらいのコンパクトな材料でちょっとおしゃれ仕上げていきます。この時鮭をまずさばきますか。内臓外しちゃいましょうか。先ね、ハサミとかでね、まあこういうのでやっても大丈夫です。ちょっと切っ、これが卵です。このまま半身を下ろしていきますか。サーモンは身がね、柔らかいんで、あんまりね、触らない方がいいんですよね。見割れしちゃうから、もうこういう時はね、発泡スチロールごと動かしちゃう。で、反対側もさばくと。ここをカットして、まあさっき言ったようにね、身割れやすいんですよね。なんでね、あの持つところをね、ちょっとね作ってあげた方がよくて、尾っぽの方はちょっと頑丈なんですよね。こうよく動く繊維質のところなんで、ここにね、包丁でちょっとね、切れ込みを入れておくと指入れれるんで、でこうやってピュッと持つと、これでね、一番大事にしたいのはここなんですよね。これ一番綺麗だから、ノーダメージにしたくて、ここにあんまり触りたくないと、見割れしづらいんですよね。すごい綺麗ですね。めちゃめちゃいい、めちゃくちゃいい色っすね。なんかもう鮮やかなロゼ色っていう感じ、なんかもう鮮やかなロゼ色っていう感じ。先にお魚に塩しておきます。これもね、ちょっと何回かこういった似たような工程は見覚えがあると思うんですけど、事前に塩ですね、両面にしっかりとしておきます。先にね、塩をバシッとしておいて、水分出てきたらそれを拭って、1日で使い切れない時は冷蔵庫で保存ですね。これでもうね、日持ちが全然変わってきますからね。で、大葉ですね。大葉はみじん切りにしておきます。じゃあ、大葉は3枚使います。叩かないで切る。そんな意識でやってください。卵液作っていきますね。
ピカタの卵液です。卵しっかりとこう溶いて、でそこに、パルミジャーノレジャーノですね。あとは大葉、これでピカタ用の卵液は OK です。はい、じゃあ、溶き知らずの方は随分水分がすんごく出てきたんで、少しね、まあ、こうやって拭っておきましょうか。でこのお腹の方、骨があるんでこれも外します。外しすぎないようにね、気をつけないとですね。このお腹の方って薄いんでね、大体どの魚も。いやすごくいいですね、鮮度が。身の色もそうなんですけど、まああと身質すごいしっかりしてるんですけど、ちょっと繊細な感じがビシビシ伝わってきますね。1人前ぐらいにカットするんですけど、まあお魚コーナーで売ってるようなね、あれぐらいのサイズにしていきます。片方は皮外したものと、もう片方は、皮付きで やりますか。胡椒を先に軽くして、小麦粉ですね、また全体に軽く卵液がつきやすいように。まあポリ袋とかあればね、その中でわしゃわしゃやってもいいんですけどね。鶏肉とかだとそれの方がやりやすいんですけど、魚とかだと身がそれで割れちゃったりするんで、どっちかというとまあこういう風にしっかりと、丁寧につけた方がいいです。で、フライパンを用意して、中火、ちょっと強火寄りの中火で、オリーブオイルを全体に引いておきます。このねピカタの卵液にくぐらせていきます。これね、しっかりとつけてあげた方がいいですね。身をこう熱のダメージからこうちょっとね和らげてあげる、そんなイメージですね。このまましばらくね、卵液に漬け込んでてもね、美味しそうですけどね、時間に余裕があれば。皮ありと皮なしで両方炒めます。チーズがね入ってるんで、焼き色つきやすいですから、あんまりねまだ大丈夫だろうと思ってるとね、意外とすんごい色ついちゃってる時とかありますから、気をつけてくださいね。全面をねこういい感じに焼き固めていきますね。反り返ってうまく当たらないところとかは、フライパンの湾曲部分を使ってうまく全体に何でしょう、焼き色がつくようにします。まあこれぐらいですね、さっと、ものの1分ぐらいですかね、大体。でトマトですね、はい、ちょっとだけオリーブオイル足します。トマトはね強火で炒めると美味しいですから、カラッとねここで炒めてあげます。で、ほんの少しだけ塩、この後オリーブ入るんで、塩のね量は調整した方がいいです。ほんと少しだけ、トマトのね香ばしさを引き出しつつ、旨味を閉じ込めるような感じです。こう全体がね、トマトの外の皮がちょっとプチッと破れてくるぐらいで大丈夫です。そしたらオリーブ加えて、でこれも全体に合わせます。で白ワイン、こうちょうどね水分が4分の1ぐらいになってくるぐらいまで中火で待ちます。液体入れてすぐちょっと一旦味見ます。あ、もううまい。トマトの水分とね、こうちょっと乳化するような感じで少しとろっとしてくるんで、まあこれぐらいですかね。水分がもう結構なくなってきましたね。超弱火に落として、さっきのピカタですね、もう一回少しだけここの上で熱を通します。1分ぐらいでいいです。はい、ということで、1分経ったんで、これでね最後ちょっとオリーブオイルだけわっと全体にかけたら盛り付けに行きます。もうこのなんかセルクルとかがねあれば、セルクルリングこの中に入れちゃいます。ちょっとおしゃれすぎるな。
大丈夫か、不安になりますね、こんなおしゃれだと。あと最後ちょっとこう大葉とかねちぎったりしておくと全体にまぶしますか。ちぎることでね香りも出やすいんでね。あとお好みで黒胡椒振っておきましょう。ということで溶き酒のピカタ完成です。今日合わせていくのは白鶴ブランですね。この白ワインのようなね軽い飲み心地がもうね最高なんでね、すっかりハマっちゃってますよ。いやうまいですねこれね。すごいこれのねすごいところはもうすごいうまいっていうそういうところ本当に。ということで、あいいっすね、柔らかい。うん、これめちゃくちゃうまいですよ。すごくいい意味でこう癖がない、鮭のうまみだけがふっとね口の中入ってくる。皮目もね全然生臭くないですから、皮苦手な人にむしろ食べてほしいですね。うん、トマトの酸味とねこのオリーブの熟成感のある塩味っていうのがね溶き鮭にねすごくよく合いますね。この優しい溶き鮭の味わいに白鶴ブランがねすごいんですよね。これ何にでも合わせてくるっていうね、優秀すぎますよ。はい、ということで、今回もですね質問いただいてますんでね、家庭の冷蔵庫で魚や肉を熟成する方法があれば教えてほしいです。もうこれねさっきも調理中に言ったやつにドンピシャに当たってますね、当てはまってますね。お魚だったらやっぱり塩をして一回水分だ少し脱水させて、その水分をねしっかりペーパーで拭って、でバットもしあったらねバットでこう網、通気性がいいものですねの上に置いて、冷蔵庫の風通しのいいところでちょっとね1日2日お魚だったら置いておくとね、熟成ちょっとされてすごくね旨味がギュッと詰まったような感じになりますね。お肉熟成させるんだったら、そもそもねスーパーとかである薄いお肉はねやっぱどうしてもこう難しいです。あれを熟成させるっていうのはこれぐらいのねこうブロックの状態でラップとか一切何もしないで、冷蔵庫で乾燥させる1週間とかすると周りがねやっぱカピカピになってくるんですよね。で色も変わってくるんで、外側だけこうトリミングって言ってね少し薄くカットして焼いてみるとねすごくうまいと思うんでね、それでね試してみるとねいいかもしれないですね。熟成させるには基本的には水分っていうのをいかに抜くかだと思います。はい、ということでね今回もあっという間だったんですけども、溶き酒をピカタにしました。このねピカタにすることによってお魚に熱入れる時にね直接身にダメージ行くのを少し卵液が防いでくれるんで、でふわっと仕上がりますから、ぜひね試していただけたら嬉しいです。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。